電子レンジでほうれん草のおひたしを作ろうと思います。たまにはこういう絶対に失敗しないやつもちょっと作りたいんで。さすがに、ほうれん草のおひたしは失敗しないでしょ。で、検索した作り方が、材料、ほうれん草4株。ほうれん草の単位がちょっとよくわからないんですけど、根っこがくっついてるのをまあ一つとして、4株。パックで入ってんのが、だいたい8株ぐらいなんかな。まあ、半パック。4株ぐらいですね。で、水 50ml。和風だし顆粒小さじ半分。醤油小さじ1。みりん小さじ1。で、最後に乗せる鰹節が少し。で、作り方は、ほうれん草を温め2、3分。で、その温まったほうれん草を水で洗って、で、切って、で、調味料をかけて完成。という感じですね。温めて水で洗って切るだけなんで、まあ、ここは問題ないですね。調味料が、こういうなんか、だし汁っぽいのにしたくないので、みりんとか、まあ、好みですけど、みりんなし、顆粒のだしの素なし、水なし。まあ、おひたしは、醤油かけりゃいいでしょっていう感じがするんで、醤油だけのおひたし食って、だしの素とかみりん入れろって怒る人いないですよね。まあ、ということは別に必須ではないっていう、雑かな。ちょっと。まあいいっしょ。ええよ。食えりゃいいんで。なので、最終的な作り方が、材料、ほうれん草4株、醤油少々、鰹節少々。これが材料で、作り方が、ほうれん草を洗ってボウルに入れて、温め2分半。それで調理できるので、そのほうれん草を水で洗って、絞って、切って、鰹節かけて、醤油かけて、出来上がり。醤油かけてから鰹節の方が見栄えがいいかもしれないですけど、まあ、どっちでもいいですね。一緒なんで。お湯で茹でたら結構手間ですもんね。鍋にお湯入れて、ね、箸で入れて。まあええわ。そんな感じで、ちょっと簡単そうなんで、これでいきます。エンター。いただきます。ちゃんと煮えてるっぽい。いただきます。
うん、うまい。普通のおひたし、めちゃめちゃ普通。結構思ってたより最終的な量が少ないんで、もうちょいこの倍ぐらいしてもよかったかなって感じですね。ほうれん草置いとけるんで、後で食べるようにね、大量に作って置いといた方が良かったかもしれん。まあそれは味とは関係ないね。味はうまい。うん、うまい。